さあやってまいりましたボートレース常滑です。常滑といったらこの方大スターですよ本当に、はい、どうもよろしくお願いします。お忙しい中すいません。池田浩司46歳、クールで硬派、見せるターンで絶大な人気を誇るトップレーサー。これまで SG 優勝10回、さらに生涯獲得賞金はなんと22億円。1年間 SG で活躍したレーサーのみ出場できるグランドチャンピオンに20年連続出場という偉業を成し遂げている。クールゆえ多くを語らない池田選手、その謎に包まれた強さの秘密を元木さんが深掘り。池田選手の積み上げてきた数々の功績をもとに紐解く。すごいですねこれ、池田浩司メモリアルコーナー。他の選手にはないですよ。まあ昔の人がよくやりそうなことなんです。いや一番最初のチャンピオンになったやつってどれですか？これです。グランドチャンピオン、どうでしたその時の？いやもう本当に若くて、2003年っておいくつですか？25歳。いやもう緊張でしかなかったですね。そうですか。先日オールスターで優勝した貞松勇樹選手を見て、自身の SG 初優勝の心境を思い出した池田選手。緊張する貞松選手にアドバイスしたそう。まあ、そういう優勝するレールに乗ってるんだから、うん、だからただ今緊張の場所にいるだけだと、お前、まあ、レースが始まればもう忘れてるからとか、うん、ああなるほど。メンタルの切り替えっていうの大事なんですね、やっぱりどのスポーツも。レースで緊張しすぎないため、池田選手には長年心がけているポリシーが。僕がちょっと貫いてるというかやってるのは、あんまり喜怒哀楽しないことですね。淡々と終わらすみたいな。なんかアスリートとかそのスポーツやってる人ってやっぱカッとする時っていうのあるじゃないですか、うん、そういうのがやっぱ少ない方だと思います。じゃあもうレースになる時っていうのはやっぱ集中するじゃないですか、はい、どういうルーティーンで入っていくんですか？前の晩なのか。あんまりその前の、まあ、夜に考えることをしないんですよ、うん、メンバーパッと見て、あこう来るだろうな、こうとか、そういうふうに見るじゃないですか。これが僕見ないんです。え、それをなんで考えないようにしてるんですか？そのなんだろうな、考えるだけ無駄かなって思っちゃうんですよね。勝つには多分一つしかないんですよ。それはもう起きてから考えようって。前の日から考える人もそれ当然いるだろうし、当然それが普通だと思うんですけど、僕がボートレースだった僕の性格ですよ、はい、パッともう前の晩からメンバーが気になってしょうがなくて、あやっべこいついいんじゃんみたいな、杖とかさ、ちょっといけんじゃねえみたいな、それはないんですね。ないです僕には。戦術っていうのはどこで考えるんですか？はい、基本的にはもうスリットを超えたあたりから体型を見て、まあ、何が一番いいのかを選択します。一瞬の判断ですかそれは？そうですね、その迷うのが一番良くないと思うので、うん、まあ、これだって決めたらもうそれやるだけです。準備をしすぎると選択肢が増え判断が遅れる。瞬時に決断できることこそが池田浩司流の必勝法。基本的にやっぱり内売りなので、うん、まあ、大外からやっぱ勝つっていうのが、ロックコースからまくりなりまくり差しなり、まあ、差しでもいいんですけど、決まった時が快感というか、もう抜けた時ってどんな感じですか？やったって感じですか？一応思いますね。一応そのレース中でもちょっと周り見て、あ抜けたなみたいな。池田浩司といえば殿下の宝刀ウィーリーモンキー。ウィーリーモンキーとはボートの前方を浮かせてターンをする離れ技。水面とボートの接地面を最小限にすることでターン後半の加速を早める効果がある。その先駆者が池田選手。ウィリーモンキーができるレーサーはほんの一握りという、とても難しいターンなのだ。今回はファンのメッセージが寄せ書きされているこちらのボートでウィリーモンキーを解説してくれることに。
ターン直前、体を素早く前に、レバーを緩めてハンドルを回す。立ち上がってバランスをキープしながらレバーを握ってターンをする。この一連の動作をタイミングよく行わなければならない。なんだろう、前を浮かせたがるので、うん、なるべく重心を、まあ、後ろに後ろに後ろに体重かける分やっぱ前が上がりやすいんですか。そうですね、あとは遠心力もあるので、まあ、そう思って研究してました昔は。自分のものにするまでどれぐらいかかったんですか。やっぱやり始めて3年ぐらいはかかったんですかね。現役時代クセ者と呼ばれた元木さんもやってみると、前なるべく前、もうこんなんで立ち上がる、立ち上がるで曲がる、きつっ。なんつってもやっぱり下半身とか体幹がもう鍛え上げないと無理だし、体幹が結構重要だと思ってるんで、体幹の方、どちらかといえば体幹トレーニング。そんな心身ともに鉄人の池田選手がグランドチャンピオンにかける思いとは。SG のグランドチャンピオンはどういう位置づけの大会になるんですか。SG に出てないと出れない大会なので、うんうん、一番メンバーが濃いというか、うん、一番取りづらいと言ってもいいかもしれないですね。なるほど、はい。まあ、初めて取ったのもグラチャンだって、うん、でこの間もグラチャンで、うん、なんか縁があるのかなとか。最後に、グラチャンの意気込みを。まあ、敵もやっぱ強いので、まあ、いろいろ考えて、まあ、できれば最後優勝戦乗って優勝できるように、まあ、一生懸命やるだけです。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。